ダンス&ボーカルグループ TRF のボーカルニューキが27日までに自身のインスタグラムを更新。2011年10月にくも膜下出血で倒れ、療養しているグローブの稽古について、彼女は至って元気です、と近況を伝えた、写真。小室ファミリーって豪華瞳も交えた3ショット。ニューキは22日放送のテレビ東京系音楽特番、テレ東音楽祭2022かに出演し、グローブのマークパンサーとコラボした。放送後のインスタグラムでは、グローブのフェイス、丸くと無事パフォーマンス終了。何も覚えてない状態。応援ありがとうございました。丸く最高ってこと、と綴り、マークと腕を組んだ2ショットをアップ。さらに連続投稿で歌手、瞳も交えた3ショットを掲載し、この日楽屋に入った瞬間に、稽古本人から連絡もらったの。何ていうタイミング、と告白。彼女が私にかけてくれた言葉がもう嬉しくてね。皆さんからの応援メッセージは言うまでもなく励みになってる。だけど、持ち歌本人からの言葉はドーン背中を押され、ステージに向かうことができた、と稽古からのメッセージが励みになったことを明かし、私にとって稽古は特別な人ってこと、変わらないの。心のつながり、絆、ほんと宝物だよね。追伸、彼女は至って元気です、と綴った。フォロワーからは、恵子ちゃんが元気って言葉を聞いて安心しました。ニューキさんと恵子さんが一緒にライブするところをまた見たいです。恵子ちゃん元気になりますように、などの声が寄せられている。